まあ本当に僕だけじゃなくて多くのアスリートそしてスタッフだったりとかそしてもっと言うとこういろんな方々にとってすごくチャレンジングな1年そして1年半ぐらいだったと思うんですけど何か最後にまあね開催前は本当に開催していいものかこれは多くの人が悩んだと思うんですけどもでも開催してみるとやはりポジティブな意見が多かったりしてやっぱりなんだろう。 こうやってみんなを元気にしてみんなのちょっとネガティブな部分っていうのを打ち消してポジティブにするようなそんな力があ,のあるんだなっていうのをこう再認識しましま、ね、もう本当にまずはこう,もう僕に対してのリスペクトもそうですけどこうやって同じスタートライン立った,立ったことに対しての他の選手そして他のスタッフの人たちに対してのこうリスペクトっていうのが、まあ、すごく静かなこう気持ちとしてあったっていうのはあの一番ありましたね。 まあ結果的にねメダルはと届かなかったんですけれどもそれに向けてこの7年間オリンピックが決まってからこう自分自身がチャレンジしたそしてそれによって成長してきた部分っていうのは本当に何,もと何者にはかわいがたいというかこれは陸上競技だけじゃなくて他の世界にも今度は自分自身が通じるっていうことをチャレンジをすることでこう他の世界に出ても通じる力を手に入れることができるんだっていうことを今度は自分がその。 また,新,た新しいチャレンジを通してみんなにこう伝えていくことがあの今後の僕のできることなのかなと思っていますまあ短くもあったし、まあ、長くもあったというかやっぱり始めた頃はねあのいろんな慣れない練習も多かったんで、まあ、長かったっていう感じはしますけど、まあ、後半の本当に、えー、部分、まあ、特にオリンピック延期が決まってただ延期が決まった時は長かったですねよいよこう開催が決まるっってなった時にはあの こうかなり時間ののの感覚といいうのも早くななってきたなと思いますねその苦しみの種類っていうのは世の中にいっぱいあると思ってて、まあ、苦しみというかこう苦しみプラスこうそれに対してここに挑戦していくことの喜びみたいなところはまあセットだと思うんですけどその組み合わせというかその種類の違う、まあ、いわゆるちょっとこう大変なこととただ大変なことと一緒に来るこう幸せだとか達成感みたいなのは。 あのまあ、別軸ですけど今,今もな,んか同じようなもんかなと思いますそうですね本当にいろんなチャレンジの方法があるので例えばアメリカに行くだけが正解じゃないですしケニアに行くだけが正解じゃないんですけどもなんかこう自分軸でしっかり捉えて、まあ、また一方でなんだろうなもうちょっと広い視野を持ってこうまずは自分の世界を一歩踏み出すことを。 にチャレンジしてほしいな。まあ、その手段とかっていうのは何でもいいじゃないのかな？っていうのは思いますね。そうですね。それこそそのトレーニングとかそういう部分ではなくて、本当に自分がやりたいと思ったこと。そして早くなるために、または何かのこう成果目標を達成するために必要な事っていうところに対してまあ、躊,躇躊躇せずに、まずはチャレンジしてみてほしいなっていうのは思いますね。本当に失敗が僕自身もね。失敗しかしてこなかったぐらいの。 競技生活だったんですけどその分成長できたっていうのは本当にあるのであの特にね今の若い世代の子どもたち特において、えー、言いたいことは、まあ、本当にチャレンジするここととをを恐れないいいいででっていうことを言いたいですねそのノイズをどう捉えるかって本当人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕自身はいろんなこう経験を通してやっぱりこうやっぱその発信をするとどうしてもノイズが生まれてしまうっていうのはもちろんあるんですけどただ発信をしないと。 やっぱり発信力もつかないしなんだろう結果的に自分がどう思ってるかっていうところがその周りのノイズに埋もれてしまうと思うんですよね。なのでどん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 そのノイズが生まれることを恐れずに自分の言葉で自分の思って正しいと思うことは時に間違ってることはあるとは思うんですけどそういったのをこうえ発信していくことで何かこう陸上界もっともっとあの違う,こう価値を出せるような。 ものができていいいくんじゃないかなかと思いますね、まあ、今こう自分いろんんな意味ででチャンスだと思ったんですよね自分自身がこの特別な半年間をすごくする上でその後輩たちに伝えられる分世の中に伝えられる部分っていうのはあのー、これからよりかもその過去の6か月っていうのは非常に大きかったと思うのでそういった中でそのチャンスをリス,クはリスクはそんなないと思ってたんですけどただそのノイズが生まれるっていうリスクはありつつもチャレンジしてそして多くの人に それをこう共有できたっていうのはそしてこれからも共有していくっていうのは非常にあの僕にとってはプラスになったことですね。どうしてもこう陸上選手そして他のスポーツっていうとその自分たちの競技の楽しさを伝えるっていうことがメインになってきてると思うんですけど、まあ、実際そういう一方もすごく大切で、まあ、第1つ目の価値だと思うんですね。たたただだややははりりつつ目、3つ目といいうう先ほど言わせていただいたように、こうまあ 教育的に価値っていうんですかね。まあそういったものをしっかりとこうよりこう作っていく。今までもあったとは思うんですけど、よりこうなんだろうな言語化をしてアウトプットを作っていくっていうのはあの必要なことかなというふうに思ってます。あの陸上競技という枠、せスポーツの枠で考えられるのは二つとりあえずあって、まあ一つは本当にこうトップ選手の育成っていうのをあの本当に多くの方々と協力をしながらしていきたいなっていう。僕自身が何かチ,チームを作ってるわけじゃなくて、主催者っていうのはチームではなくて。 コミュニティだと思っていていろんなそのチーム間でのしがらみだったりっていうのがあると思うんですけどもそこをこうそこに所属してない僕だからこそ何かつなげてあげることができるのかなでそれをかけな取り払えば能力のある選手がみんなこうトップの練習をしてそして世界にこう少しでも届いていくそんな。 環境が作れるんんじゃななないののかなって思ったままず始まりなんですけども、まあ、もう少しこうスポーツという視野で広げてみるとあのスポーツの価値っていう意味でただ速く走るだけ,がだけじゃないやはりスポーツ選手がこうやって世界を回りながら得たスキルっていうあの人生を生きる上でスキルっていう生きる上でに必要なスキルっていうのはやはり子どもたちそして大人たち,のか大人たちにもこう教えていきたいことではあるのでそういう,こう第2第3のこう陸上競技そしてスポーツとしての価値っていうのを まああのこう実現して作っていきたいなっていうふうに思っていますね。本当にこうスポーツを通してこう解決できるこう世の中の課題だったりとかっていうのは本当にたくさんあると思うので、まあそういうそういうものにしっかりとこうあの力を注いでやっていきたいなというふうに思っています。なんだろう足らないというよりかはまあ足らないもそうなんですけど、もちょっと足りてる選手もいると思うんですけど、まずは知ることというかこの選手って。 こここんんんなな覚悟でこんな練習をしててやるんだっていうところ僕自身も実際に行ってみてそれがまず足らないことに気づいただからこそそのまず意識の差を埋めるためにあの、まあ、努力をしたわけですけど、まあ、そういった機会を作っていきたいな、まあ、僕実際今あのトレーニングもしてますし走ってるんですけどというのもやはりある程度自分があの、まあ、時にね一緒にトレーニングをしながら、まあ、ここまで僕自身は真剣にやってきたんだよっていうことを走りながらこう伝えていくそしてそのコミュニティの中に いろんな選手がこう参画をしてもらってでそしてその世界をこう日本人チームジャパンとしてこう戦っていくなんかそんなことをやっていきたいなっていうふうに思ってますしただまだとはいえやはり、まあ、繰り返しになりますけど一人の力では何もできないのでこれからまあそういう計画を立てつついろんな方にそれをに参画していただけるようなあのいろんな団体に参画していただけるような、まあ、そういう,こう仕組み作りっていうのを、まあ、作っていきたいな。 いいうふうふに思っています,そうです、ねあのまあ、子どもたちに対しては本当に僕自身がエネルギーをもらった本当それが素晴らしいことだと思ってるんですけども主害を入って子どもたちにまずはあの、まあ、夢を持つことの大切さだったりとかそしてその細分化っていうことを教える中でいろんな地域を回ったんですね、まあ、オンラインもありましたけどただその中でやっぱりその地方自治体と共済でやったことによって。 他にこう、あ、スポーツの力を通して、あの、解決してもらいたい。解決して。ほしいって僕言われた課題とかもありまして、そういうのも。こう、キッズのプロジェクトとして、新しい学びとしてあったっていうのは、あの、非常に大きいですね。ランニングって一番。なんですかね、シンプルな競技で。じゃ、どこに集まってやる必要もないし。まあ、集まったらもっといいんですけど。本当に靴一足、そしてウェアがあれば。 もうどこででも走れるわけじゃないですかただこうやっぱり学校体育というものがなかなかこう走るので罰ゲームとされてきた中でこうじゃあ第一の選択として走ろうというのはないだけどじゃあそこに第一の選択としてじゃあなんかこう今日何もしないから走ろうかとなるとやはりその健康寿命って上がっていくでもなかなかそのモチベーションがないっていうふうに話をもらってだら,したらその多くのアスリートに参画してもらうこういうプロジェクトによって。 そういった部分を解決していけたらいいなっていうのもなんか思ったりする部分がありましたね。まあでもそれ他に限らず本当にいろんな課題があってあの僕自身も毎回毎回そのまあ前回ずっと市回ったんですけど本当に10個以上それぞれの都市でそれぞれの新しい部分が見つかったので僕自身も今後の活動がこうワクワクしている感じですね。まあ指導者向けの えーまあ、トークセッションじゃないけどそのなな何ですかね意見交流会をまあ開催させていただいたんですけれどもなぜ、まあ、かというとやはり、まあ、先ほどの健康の問題っていうのもお話ししましたけどそれとともにやはりこう指導者の方々がどこからその情報を得たらいいのかだったりとか本当にこう山の中のっていうところでいうとなかなか。 その外から情報を得ることすらも難しいみたいなそういう機会があったそういうことをお話もいただいたりする中でなんかそのオンラインなのか何なのかまだあの今動いている最中ではあるんですけどもその中で自分たちがんかこう自分たち欲しいものを作るんじゃなくて本当に周りの人が周りのその本当に、まあ、今回芝居を入れキッズでいった10都市だったんですけどあの各地域の方々 が欲しいものを実際に聞いてみてそしてそれをこうできる範囲で一つずつ実現していこうっていうふうな思いから、えー、そんなプロジェクトをやらせていただきましたそうですねまず本当に大きな柱の一つではあるんですけどこう今までお世話になってきた陸上競技っていうところでやっぱりその若い世代の人たちが世界に戦っていくためのこうにこう僕が少しでも。 手助けでできたらなという,ふうに思っているのは一つででもう一つはやはりその陸上にと,とらわれずにスポーツの力を利用していかにこう世の中を良くしていけるかっていうところもあの僕自身実際に行動をしてそしてプロジェクトを作って、えー、達成していきたいなっていうふうに思っています。